2005年 ABEX-SEB ガールのサリーです。まだ、お会いしたこともない人もいると思うので、初めまして。私は、今年の5月からデスクイーンになりました。今まで洋服屋さんとかで働いていたんですけれども、こういうお仕事は今年になって初めてやってみました。趣味はキラキラグッズとかドライブとか、そういう外に出たりインドアだったりするんですけど、いろんなことをやることが好きです。勉強は苦手です。出身は生まれは新潟で、育ちは横浜なんですけど、横浜っていうとなんか、いいイメージがあると思うんですけど、鎌倉と横浜の間ですごい結構田舎なところで育ちました。で、学校は女子校だったんで、レースのところに行って男の人たちがたくさんいるともう見てすっごいびっくりしちゃいました。これからいろいろグラビアなど、いろいろテレビなど頑張っていくので、これからも応援してください。それではサリーの映像をご覧ください。どうぞ。変わったことは化粧が薄くなりました。今まではすごいつけまつげとかつけちゃったりなんかしてたんですけど、薄くナチュラルメイクになっちゃいました。
皆さんどうでしたか？いろいろ初めてのことがたくさんあったんですけれども、ちょっとずつサリーのことが分かったと思います。来週ももっともっといろんなサリーが見れると思うのでご期待ください。それでは来週また。バイバーイ。